ヌゴグは、フランスジュヌビリエ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。名字は、エンゴグと表記されることもある。カメルーンにルーツを持ち、ジャンアランブームソンのいとこにあたる。2001年にパリ・サンジェルマン FC でキャリアをスタートさせ、2006年にトップチーム昇格した。 11月18日、FC ジロンダンボルドー戦でデビューを果たした。2008年7月24日、リバプール FC に4年契約で移籍した。2009年3月3日、アンフィールドでのサンダーランド f c 戦で、プレミアリーグでの初ゴールを記録した。2011年8月31日、ボルトンワンダラーズ FC へ移籍。 2013から14シーズン後半は、スウォンジーシティ AFC でプレーした。2014から15シーズンより、スタッドランスに遺跡し母国に復帰。翌シーズンを終えクラブのリーグドゥ降格に伴い、退団し、ブンデスリーガの SV ダルムシュタット98の入団テストを受けるも契約には至らなかった。2016年8月30日、 ギリシャスーパーリーグのパニオニオス FC への加入が発表された。2018年1月23日、ロスカウンティ FC に加入した。2018年8月、ブダペスト・ホンベイド FC に加入した。2020年2月、FK、ジャルギリスに加入した。2020年6月21日、現役引退を表明した。ありがとうございます。